奈美さんお疲れ様です。やっぱりね、相川さんは偉大ですよ。いやー、舐めちゃいけない。1年前、私と一緒にズーム対談をして、そっからね、動画のリレーを、相手がいなくなってもずっとやってるんですよね。いや、相川さん、すごい人だと思いますよ、これは。あの、華々しい売り上げを続けていって、継続っていうのはよくある話ですけども、相川さんのように、自分の思いをずっとね、綴っていること。 うん、これ、とっても大切なことかなと思うんですよ。はい、今回、改めてそれを思いましたんで、取り上げさせていただきました。えそして、ナミさん。いや、電気代ね、やっぱりね、高騰しますね。そんなことですから、あちこちで嘆きの声が聞こえてきます。こういう時こそ我々のチャンスですよ。出番ですよ。電気代の高騰にどのように対抗していくか。やっぱ一番いいのは稼ぐことなんですよ。 みんなが稼いで所得を、ね、もう倍増しちゃって本当の意味で今自分の手取りが30万の人は50万60万にするで15万の人はね30万にする、まあ、そうやってみんなで所得を倍増して GDP が1,000兆円これだったらどうかなと思います、うん、で肝心なのはお金がこっちからこっちへあっちからそっちへってじゅんぐりじゅんぐり回ることによって経済の流れが大きくなることだと思うんですよ ですんで入ってきたお金はなるべくね周りに使ってあげるでお金を使ってもらった人はさらに使ってあげるって感じで好循環を起こしていくことを何とかしたいですよねでも自分が使っても他の人は自分に使ってくれないんだろうかってことを考えちゃうとそれも億劫になるんですよねうん、まあ、ですんでねなんかビジネスをしている我々としてはお金を稼ぐ手法をどん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 広めていくことを一生懸命やっていきたいなと思いますで月に5万10万余計に稼げるようになったら 電気代は相対的に安く抑えれるっていうふうな結論になると思うんですよ。節約には限界があります。そして節約はすでに始めてるでしょう。でも、目覚ましい数万円の節約は、これはね、なかなか本なんですよ。それこそ、節約しすぎて、あらゆる暖房器具を冬の間ね、つけずに我慢みたいな本末戦闘も向いてきますんで、やっぱ一生懸命稼いで、動けば汗もかくし、一挙両得かなというところでございます。その中でね、私たちが、 やっぱり多くの人が分かってほしいのは、稼いでる人から離れるなってこと。稼いでる人と似たような稼ぎ方、似たような行動をしましょうってことなんですよ。そうすると結果も似てくると思うんですよ。でもなぜか人は稼げる人から離れていって、稼げない人の群れに戻っていくんですよね。いや、これをなんとかね、していただけないかなというふうに思いながら、おせっかいながらも手を焼いてくるわけなんですけども、やっぱりね、押し付けるもんでもないですね。 私たちは私たちで今まで通りやっていきましょう10年前をこういう時だからこそ思い出しますスマホアプリセミナー新しい時代に振り落とされないようにチャンスを探したその10年後が今日ですね吉田さんも奈美さんも私もまだやってるということでございますそれでは次回の放送を楽しみにしておりますお疲れ様でした